ほです。ということでね、はい、もう2月終わりまして、3月に入りました。ということで、今日はね、今回はあれじゃないですよ。ハンドルネーム占いではございません。皆さんね、他の YouTuber さんたちがやってる収益報告をやってみたいと思います。できるのか、うちで。収益報告です。大丈夫かな、まさがみくん。こんなことしていきなりね。はい。ということで、ちょっと鼻詰まってますね。うん。とか、花粉症で鼻がムズムズしてますと、よく鼻を、かいてますけど、すいません、本当に。ということで、まあ、早速ね、行ってみたいと思いますけど。まず、動画ね。2月5日に始めまして、まあ、2月29日までね。はい。やりました。それで、動画の本数ですね。動画の本数の方が、本数の方をね、何本出したかというと、まさがみは頑張って29本頑張りましたね。1日1本以上ですよね。1日から始めた29日なら、まあ、ね、1日1回ですけど、まあ、5日からなんで、29、まあ、なんとか29本上げました。まあね。はい。それで次ですね、視聴回数。これね、視聴回数。見たらわかると思うんですけど、ね、チャンネルの方で。視聴を回数。ちょっと漢字がぐちゃぐちゃですみません。視聴回数の方が、なんとね、ありがとうございます。こんなおっさんを見ていただいて、もうクリックしてくれたんですね。1545回もね、見ていただきました。ありがとうございます、本当に。大丈夫ですか皆さん。こんな見てて。ということでね、まあ、動画本数が29本で、視聴回数が1545回ということでございます。次ですね、総再生時間っていうんですかね。総再生時間。ね、全部の動画で何本見てもらったのってやつですよね。まあ、これが何時間かというとね、なんと、100時間です。100時間見てくれてる。めっちゃ嬉しい。っていうことは、1日、3時間ぐらい見てくれたの？違うか。よくわかんない。あ、3時間か。サザンが9で、あ、3時間ちょっと見てくれてるわけでね、平均。うわ、めっちゃ見てくれた？え、合ってる？ありがとうございます。結構、見られてます。こんなおっさんでも見られちゃってます。もっと低いのかなと思ってたけど。で、そこでね、チャンネル登録数。ちょっと時期短くですいません。チャンネル登録者は、なんと一月で32名でございます。ありがとうございます。これが嬉しい。1日1人以上ね、5日から始めたんで、ね、24日間で、なんと32名、1日1人以上でも分かんなくなっちゃってる。いやー、嬉しい。ありがとうございます、ほんとね。これからも、まさがみ、龍鳳チャンネル、よろしくお願いします。で、収益です。皆さんが気になるのは収益です。はい。収益いくらなのって話ですよね。これルールありましたよね。4000時間以上、1000名以上、全然届いてない。当然、0円です。てか、収益化できてません。残念。そんな甘くないです。毎日動画をね、上げてもね、そんなに甘くないということです。しかもね、あんま全然ね、この、そのまま言ってるでしょ。もうね、編集せずにスコーン、スコーン出してるでしょ。雑音が入ろうが何しようがスコーン言ってるんで、まあこんな感じかなと思うんですけどもね、本当に。まあでも、我ながら頑張った方じゃないかと、こんなに行くと思ってな
なかった。まず、まあ、本数はね、まあ、29は絶対目指したんですよ。だからこの、視聴回数とか、再生時間とか、登録者っていうのは、まさかどうすることもできないんでね、もう、あなた、皆さんの、お力のみでなんで、もうね、これだけ応援していただいて、本当にありがとうございます。あとね、あの、プレゼント、ね、まだ、まあ、取り溜めしてるんでね、あれだと、まあ、3回ですか、もう4回でプレゼントいただいてます、もうすでに。ありがとうございます。まだ、後でね、またね、後日、アップしてくると思うんですけどもね、4回もね、プレゼントいただいております。本当にありがとうございます。もう、視聴者さんのね、温かい気持ちを受けて、わさがみ頑張ります。で、まあ、一月間やってきた感想ですよね。まあ、先月も言ったんですけども、ほんとね、楽しい。うん。楽しい。めっちゃ楽しい。いや、こんな YouTube は楽しいもんだと思ってみなかった。ていうか、YouTube 合ってるかも。これ一生続けれそうですね。うん。もう取り溜めがね、今ね、確かね、何月だったっけ ?3 月の21日分まで、もうアップする準備できてますね、もう。うん。だからあと20日間は何もしなくてもアップし続けれるっていう感じ。まあもっとどんどん、追加していくんですけど、弾込めていくんですけども、結構ね、合ってますよね。っていうのは、まあ動画編集しないですしね。うん。どういうのはちょっとね、まあ、できたらいいんですけど、ちょっと勉強中でね、なかなかね、サムネはね、なんとかね、パワーポイントが使えるんで、まあ、まさがみなりに頑張ってますね、サムネは。まあ、あれ以上のクオリティを求められると、ちょっと辛いかな。まあ、そんな感じですけども、ね、今後もね、こうやってどんどん頑張っていきたいと思いますし、まあ、多分、毎月、まあ、1日か2日に、まあ、こういうね、結果報告の方をしていきます。ということでね、今回の状態はこんな感じです。どうなんだろう。まあ、頑張ってね、本当にフラフラになってやった人なんかは、まさかもフラフラなんですけど、まあ、収益化できなくて辛いなと思ったりなんかすると思うんですよ。そして、まあ、これで収益を上げてなんとかやったろうと思ってて、結構やっぱりね、手間暇、まあ、外で撮ったらお金もかかりますしね。車とか交通費とかいろいろ計算したら完全にマイナスなんでね。やっぱ、辛くなるのかな、と思いますね。まあ、なんとかやりくりできてるんで、まあ、いけてますけど、どうでしょうね。まあでも、楽しいから続けれるっていうのが大事かな。楽しい、すごく楽しい。見てる人も楽しかったら、とても嬉しいです。ということで、で、おさらいいきます。2月5日から2月29日まで、動画本数を29本上げました。視聴回数は1545回です。総再生時間は100時間。そしてね、チャンネル登録者は32名。収益は0円でした。結構満足してますよ。うん。まあ、このペースでいくとどうなんでしょう。これ40ヶ月かかるんですよね。100時間だから。つまり、3年4000、このペースだと3年。4ヶ月。こっちの方がね。再生時間の方が3年4ヶ月。これ、うわぁ、ちょっと出たくいくね。1000÷32 は、31.25ヶ月だから、引く24は、3年8ヶ月。3年以上かかりますね、収益化するまで。これ頑張らない。こう、ギュインと伸びてくれたらね。いいんだけど、こうバズるんでしょうか、まさがみもやっぱり。バズらないでしょうか。バズりたいですね。ということでね、2月の、報告です。毎月毎月やってくるんで、行くんで、この時期。また来月をお楽しみで、お楽しみにしてください。
本当ね、たくさんの方見ていただきましてありがとうございます。視聴者さんもね、ご登録の方もしていただきまして、プレゼント方もいただきましてありがとうございます。これからも楽しい動画作りをやっていきたいと思いますので、まさがみ流宝チャンネルよろしくお願いします。それでは皆さん、ごきげんよう、さようなら、またね。